放送席、放送席、そしてヤフオクドームのホークスファンの皆様、お待たせしました。ヒーローインタビューです。まずは打のヒーロー、今日は同点ホームランとタイムリー、今宮選手です。まずは同点に追いつく貴重なソロホームラン、素晴らしいバッティングでした。そうですね、ノーアウトだったので何度か塁に出ようと思った結果がホームランになりました。インハイの難しい球だったんじゃないですか。そうですね、体が、勝手に反応してくれて、本当にホームランになってよかったなと思います。そして続く3番の内川選手が2者連続のホームランということになりまして、初の大分アベックホームランということになりました。そうですね、やっぱり、10勝目から、ずっと一緒に、やらせてもらってますし、いつもお世話になっている大分県の先輩なので、大分県のコンビで、こうやってアベックホームランが打てることはすごく嬉しく思います。去年そして今年と2年連続で、共に大分出身の内川選手と今宮選手は自主トレを行いました。いろいろとアドバイスももらっていると思います。今日はせっかくの初の大分アベックホームランですから、内川選手に大分弁で感謝の気持ちを一言お願いいたします。そうですね、大分弁、いつも内川さん、いつも、お世話になっちゃうんけん、何度かここでこういうホームランを大分県同士で打てて本当に嬉しく思っちゃうんす。今日は本当に勝ててよかったと思っちゃります。そして5回には4点目のタイムリー、これは今宮選手らしいセンター前の当たりでした。そうですね、もう早めに追い込まれたので、何度か、次につなごうと、内川さんにつなごうと思う、その結果が本当にいいところに飛んでくれましたし、いいところに落ちて、あのタイムリーもすごく嬉しかったです。さあ、これでマリーンズとはゲーム差がなくなりました。そうですね、これからが、まだまだ、厳しい戦いになると思うので、どんどん、勝ちを積み重ねて、上位へ、行きたいと思います。まずは打のヒーロー今宮選手でした。さあ、続いては投のヒーロー、見事今シーズンの4勝目、今シーズン初完投勝利、寺原隼人投手です。ありがとうございます。9回1点、熱投133球でした。前回とかすごいチームに迷惑をかけてるの で中継ぎの人たちにもすごい迷惑かけてますし、今日本当に勝ちたかったっていうのが強いです。はい、8回そして9回続投したのは自ら望んででしょうか。話し合いの結果、はい、いけるということで続投させてもらいました。はい、最後まで投げ切りたい、その裏にはどんな思いがあったんですか。やっぱりチームに迷惑かけているのと、長津の人たちに、迷惑かけているので、とにかく先発ピッチャーとして、一人で投げ抜くっていうのができてよかったと思います。はい、5月29日ジャイアンツ戦以来2ヶ月以上になりますが、手にした白星どんな思いですか。すごい嬉しいです。はい、ありがとうございます。今週は上位チームとの6連戦です。その6連戦の頭、寺の投手で取ったのはチームにとって非常に大きいと思います。そうですね、この夏場がすごい勝負だと思いますし、本当にチームとして勝つことしか考えてませんので、まず一つ、頭取れたのは良かったと思います。次は2ヶ月も空けないでくださいね。頑張ります。はい、はい、党のヒーロー寺原投手でした。ありがとうございました。さあ、そしてもうお一方お呼びしたいと思います。プロ初安打を放ちましたルーキーの
高田智希選手です。ありがとうございます。プロ初安打打った瞬間どんな手応えでした？そうですね、バットの芯に当たったんですけど、もしかしたらレフトに取られるんじゃないかって思ったんですけど、本当抜けてくれてよかったです。おとといの試合では内野安打になりそうな際どいプレーもありましたがヒットにはなりませんでした。今日は絶対打ってやろう、そんな思いだったんじゃないでしょうか。この間の試合では、判定はアウトでしたけど、先輩方から完璧なヒットを打てばいいだろうっていうことを言われたんで、今日の試合は積極的に振っていこうという気持ちで打席に立ちました。今日はホームランもありましたしタイムリーもあったんですけども、高田選手がヒットを打った瞬間のベンチの盛り上がりというのはそれらのプレーに引けを取ってませんでしたよ。いや本当はありがたいことですし、ベンチに帰ってからも、皆さんにおめでとうとナイスバッティングということを言われたので、打った時は本当に嬉しかったですし、またベンチに帰った時からも、本当に嬉しい言葉をかけていただいたので、本当今日いい一日だったなと思います。さあこれで高田選手のプロ野球人生が始まったと言えると思います。今日お集まりの皆さんにルーキー高田選手の自己 PR をしっかりとお願いします。皆さん本日は、ご声援ありがとうございました。ジャパネットこと、ジャパネット高田です。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。放送席以上です。